スタニスラワ・ワラシェビッチはポーランドの陸上競技選手。ワラシェビッチは2歳の時にポーランドからアメリカに移民してきた。何度もアメリカの市民権を得ようとしたものの認められなかった。ワラシェビッチはアメリカの市民権を取る前から陸上競技会で数多くのタイトルを獲得してきた。ワラシェビッチは普段はステラ・ウォルシュと名乗っていた。ワラシェビッチは優秀なランナーになったことで ついにアメリカの市民権を得ることができた。しかし、ワラシェビッチは1932年、ロサンゼルスオリンピックには、ポーランドの代表として、オリンピックに参加することとした。ワラシェビッチは、予選と準決勝の両方で11秒9と当時の、世界大記録の構想を見せ、決勝に進出。決勝でも11秒9を出し、金メダルの栄冠に輝いた。さらにワラシェビッチは、 同日行われた円盤投げにも出場し6位という結果を残している。さらに4年後の1936年ベルリンオリンピックに出場し、オリンピック連覇を目指した。しかし、当時の世界記録保持者であったヘレン・ステフェンスに敗れ銀メダルに終わった。1947年に結婚し、ステラ・ボルシオルソンとなる。 その後40歳になる1951年まで、ワラシェビッチは、競技会で勝利を収め続けてきた。1980年に、ワラシェビッチは、強盗に襲われ、殺された。ところが、検死の際、ワラシェビッチは、実は、両性不有者であることが判明した。見た目は女性であったが、体には、抗丸も備わっていたのである。1992年まで国際陸連は、 ワラシェビッチのような両性具有者が女性の競技に出場することを許していなかった。ワラシェビッチが残してきた記録を抹消するか否かという議論が発生した。しかし国際オリンピック委員会と国際陸連は共に抹消するといった決定はせず、ワラシェビッチの残した記録は現在まで残っている。ありがとうございます。